どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽を始めましょう。今回のテーマソングはドーン、 BTS のフィルムアウト。こちらの曲をこのちっちゃいウクレレで簡単にしてやってみようと思います。こちらの曲はもう今世界中を爆走中の BTS、韓国出身のグループですけどね。この BTS とこの曲なんとですね、バックナンバーの清水伊織さんがこう楽曲提供プロデュースをしているということで、まず日本語なんですよね。で、これまた素敵な曲。これはウクレレで気持ちよくこう弾き語るにはもうね、最高の一曲だと思います。映画のシグナルという映画の主題歌にもなっているようでございます。思いっきり奏でていきましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレオリジナル超シンプル簡単バージョンやります。後半はかっこいいバージョンやります。かっこいいバージョンはこうスケールのでっかいあのリズム感、ちょっと落ち着いてる壮大な感じのビート感を出せていけたらいいんじゃないかというふうに思っております。2バージョン。最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽って聞くの最高ですけど、やる方がもっと最高。今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽やってみたかったけどなかなかチャンスがなかったという方とか、楽器一回チャレンジしたんですけども全然できなくて挫折しましたみたいな方が、あっという間にウクレレ弾きながら歌う弾き語りができるというプログラムがあります。このプログラムを見て今も全世界中の方がもう何万人もね、音楽簡単に楽に楽しく始めてます。皆さんもすぐできますから始めていきましょう。もうちょっとしたらそのプログラムのリンクをここに貼っつけときます。そしてここに行ってもらって上から順番に YouTube 動画を見ながらウクレレ触ってるだけでもうほんとあっという間ですからね。そして YouTube 動画無料ですから、皆さん今すぐ音楽を聴くからやるに変えていきましょう。じゃあここですよ、プログラム。いってらっしゃい、クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾けるようにしているガズレレオリジナルコンテンツのレッスン動画、課題曲はもう1600曲以上。これはすごい数字です皆さん。はい、これから音楽は聴くからやるにどんどん変えていきましょう。さあ早速やってまいりましょう。 BTS のフィルムアート、ガズレレ流シンプル簡単バージョン、ゆっくりとやってみます。 1,2,3,4。君は
で、まるでそこにどこぞ手を伸ばすところでふっと消えてしまう。せーの、BTS のフィルムアートガズレリーシンプル簡単バージョンやってみました。なんとも透明感のある、切ないんだけど不思議な浮遊感があるようなメロディ、これです。聞くとすごく心地がいいんですけど、やってみたらわかります。ボーカルのメロディめちゃくちゃ難しいですから、特にあのサビのところとか部屋中に映して眺めながらお土産、もうねすごいんですよ。この階段が、音程の階段がね、なかなかこれ奥が深いですよ。じっくり聞いて何回も練習してね、やっていきましょう。はい、そして今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンになってます。主にですね、真ん中のバースをカットさせていただいてるんですけど、ガズレレオリジナルのショートカットアレンジバージョンということでお届けしました。まずはですね、皆さん、今のシンプル簡単バージョンのガズレレ YouTube 動画に合わせて、一緒に弾いて歌を弾けたり、合わせながらチャレンジしてください。歌詞とコード出てますからね。まずその動画に合わせられるっていうことが、まず1回目の、ステップというか目標にしていただくのがいいと思います。そしてね、それ、YouTube と一緒にガズレレシンプル簡単バージョンと合わせられるようになったら、まずファーストステップクリアというか、本当それだけでも気持ちがいいと思うんですけどね。おめでとうございます。ただしさっきも言ったけど、歌は難しいですからね、これ。本当聞き込んでね、何回も、やる必要があると思うんですけど、はい。そしてできるようになったら次のステップ行きましょう。次のステップは何かというと、今度は YouTube を見ずに、ご自身一人だけで、自分だけで音楽を生み出す。これをやってもらいたいんですよね。自分の体一つでリズムとビートと、まあ、音楽を生み出す。これをね、もう気持ちがいいんですよ。はい。そういうステップに行きましょう。その時最初のうちやっぱり楽譜が必要だと思います。いずれ覚えちゃって、本当大空を見ながらこう弾くとか気持ちがいいんですけど、まずは楽譜見てね、自分だけで何回も練習する。じゃあ楽譜ってどこにあるんですかっていう話になると思うんですけど、安心してください。今からそれをシェアしようと思うんですけど、今のね、フィルムアウト、見てください。こんな感じでガズはね、ノートに書いて、このノートを見ながら今演奏したんですよ。もうちょっとしたらこのカメラに大写しにして、こんな風に書いてますよというふうにシェアしようと思うんですけど、今便利なサービスあります。これです。ドン。ガズークラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日の BTS のフィルムアウトを含む、ガズが今まで書いて書きまくってきて、もうすごい、もう膨大な数のノート楽譜があるんですけど、その中から毎月5曲、皆様のお手元にダウンロードしてすぐに練習に入っていけるぞという、そういう画期的なサービスが、ガズクラブなんです。でね、このね、ガズクラブっていうのは楽譜のダウンロード以外にも、山盛りのコンテンツがいっぱいついておりまして、まずですね、ガズクラブメンバーになったら、ガズクラブメンバーだけが使えるアプリがあります。すごいでしょ、アプリですよ。そこで落とした楽譜の管理だとか、いろんな情報とかこうゲットできるっていう、まあ画期的なそのアプリがあるんですよ。これがまた素晴らしい。そしてあとはですね、ガズオンと呼ばれている毎月2回行われている全世界中から参加していただける、ものすごいでっかい規模でやっているオンラインイベントがあります。オンラインライブでもう全世界中で一緒になってわーっとセッションしようということで、毎月課題曲を決めて、まあ月2回やってるんですけどね、次回はこの日程になってます。もういつも大盛り上がりです。もう汗だくでね、もう世界中とセッションみたいな感じやってますと、もう盛りだくさんなってるんですよね。ぜひ皆さんガズクラブご検討ください。あともう一つのサービスやってて、ガズクラブとは別のサービスなんですけど、このガズレレ大学です。こっちはですね、ちょっとこのリズムの深めようとか、ウクレレのもうちょっとその奥に、もうちょっとその深めたい、もうちょっと知りたいっていう、ちょっとこれお勉強、大学ですからね、これアカデミックなことをやります。こっちはですね、毎週2回のライブ配信コンテンツでも濃厚にリズムとかコードの抑え方とかも研究室みたいなもんで、ここもね、なかなか面白いんですよ。毎週2回ライブ配信で講義、ガズレレ大学の講義をやっておるというね、なかなか面白いことになってまして、そういうわけで今ガズクラブとガズレレ大学とか2つあるんですけど、まあガズクラブのイメージは、こう楽譜ダウンロードしてもそこでみんなでワイワイやる、もう街づくりみたいな感じで、もう本当に楽しい集まりって感じで、ガズレレ大学はちょっとこうアカデミックなね、お勉強するスタイルなので、ちょっとこうシュッとしてキャンパスライフ行こうぜみたいな感じなんで、まあまあご検討ください。概要欄にねリンク貼っておきますんでご活用ください。それでは楽譜を見ていきましょう。フィルムアウト BTS、この曲は、バックナンバーの清水伊織さんプロデュースということでございます。はい。いきなり歌から始まりますね。ここはですね、おとなしく始まるのがポイントなんですけど、このね、私のこの言葉の書き方見てください。上に点がついてるでしょ、この点が。これがキーポイントになるんですね。これでリズムを測ってます。はい。このリズムの取り方を分かるとすごく参考になると思うんですけど、まあ一応こうやって映しておきます。で、いつものことなんですけど、こう下にくるっと囲ってるやつ、かっこいいバージョンではこのコードを弾くよということになってます。ちょこちょこコード変わってくるところがあるんで、あ、こういう、ここもそうですね。ご注目ください。じゃあこうやって今映していくんで、皆さん一時停止してね、メモってください。それかですね、動画のデモ演奏中の
テロップを一時停止してメモるのもいいかもしれません。そしてあと一番おすすめなのはやっぱ先ほど紹介したガズクラブで、この楽譜のデータそのものをダウンロードするのが一番、まあ、コンパクトに収まるかなという感じなんですけど、はい。とにかく楽譜用意していきましょう。じゃあ移していきます。一時停止。まずはイントロからサビまで。この感想のとこだけちょっとね、ワンブロックちっちゃくなってますからね、この、ラララララララ、この印象的な、ここがちょっとね、寂しげな、この、コーラスが入ってるとこね。で、ここから、A メロのラップが入ります。はい。ここね、ここのラップの言い回しとかなかなかね、かっこいいんですけど、慣れが必要です。これはよっぽど聞いて練習しないとですね、この独特のね、言葉のリズム、大切になります。で、またここサビなんですけど、このサビはですね、もうエンディングに差し替えるサビなんで、この2行目からちょっとメロディーラインとか変わってくるんですよ。本来は、これ1回目の、A メロが終わったら、またここのサビやって、まあ2番のラップ的なところが始まるんですけど、今回ガズレレショートカットバージョン、ここはもうね、ラストのサビになりますね、これがね。そしてこの辺でどん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 メロディーが盛り上がっていって、最後の、すごい盛り上がるラストのバースに入っていきますね。で、ラストのバースこれやって、ここのね、メロディーラインもすごく印象的なんですけど、これ歌ったら、今度、見て、イントロの、最初の歌のところに戻る。この曲の特徴、最後のところで一番最初に戻るんですよね。この2行。これをやって最後終わるというのが、ガズレレアレンジとかフィルムアウトのそういう曲の構成になっております。はい。じゃあ、出てくるコードを見てまいりましょう。はい。赤く囲ってるやつは後半出てくるコードなんで、今ひとまず隠しておきます。今日出てくるのは7個のコード。読んでいきます。C と Am と F と Dm、G7、E7、Em7。これは安心のガズレレ入門コードのグループでございます。よかったです。この7個の入門コードのグループっていうのはこれです。ドーン、ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、このちっちゃいウクレレで音楽を始めたいなと思うウクレレ初心者の方に一番最初に覚えてもらいたい入門コード。10個のグループです。10個も覚えなきゃいけないの大変そうかなと思うかもしれないんですけど、これ入門コードなんで、1個ずつはめちゃくちゃ簡単なんですよ。でも10個いっぺんに覚えようと思うと頭ごちゃごちゃになっちゃうんで、私がめちゃくちゃ分かりやすく頭にスイスイ覚えられるものすごい動画撮ってます。ここにその動画のリンクを貼るんですけど、この動画見てたらガズレレ必須コード10個本当に面白いように覚えられますんで、ぜひご覧になって覚えていきましょう。今日はそのうちの7個ですからね。はい、遅から早いから10個覚えていくのがいいと思います。あ、じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていく。その前にいつもこのタイミングでガズが伝えたいのは、今の4つ弾きでこの歌うだけでもね、このメロディーラインすごいですから、まあ、最初から難しいんですけど、言葉のタイミングですよね。特にサビね。たんたんと降り積もった記憶の中で、裏で入ってくる言葉が、君だけを拾い集め、君だけを拾い、このリズムのところに言葉が入ってるんですよね。君だけを拾い集めて、こう裏で入ってくるんですね。つなげて、部屋中に移して眺めながら、このメロディーラインのこの高低差すごいですからね。これはもうずっと何回も何回も聞いて、もう覚えるしかないということですんで、まあ、ゆっくりでいいんでね、今のシンプル簡単バージョン4つ弾きで歌を、まあ、自分のものにしてからかっこいいバージョンに入る。これをおすすめしたいと思います。じゃあ確認をしてからかっこいいバージョンの解説に入っていきますよ。はい、じゃあここからかっこいいバージョンなんですけど、コードが1個追加されます。このコードはね、ちょっと渋いコード出てきますけど、はい、 D シャープ、これ D シャープって、ね、解説しますよ。なかなかこれ出てこない。まず押さえましょう。ここと C7 のところと、あとね、こことここなんですよ。こことここだから、こんな風に押さえる。こことここね、こことここの3箇所。こう。ちょっとだから、ここの幅が開くから、ちょっと押さえづらいかもしれない。響き。こんな、こういう感じです、はい。この響き結構かっこいいですよね。動画内でこの響き、気持ちがいいんで、ちょっと体験してみてください。はい。で、今日出てくる、弾き方ですね。この曲ね、かっこいいバージョンのリズムが、やっぱりかっこいい。ちょっとファンキーでソウルフルで、ちょっと跳ねてる感じで雄大な、ちょっと落ち着いたビートという感じです。大人なビートですね。今日出てくるリズムはこちら、ドーン、ガズペジオと16ビートのチャ。この2つの弾き方で、このフィルムアウトを表現していきたいと思います。まずこの今映っている2つのリズムの弾き方の解説、ここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページが1枚で、ガズペジオ、16ビートのチャ、それぞれの濃厚解説動画がそこにもうアップロードされておりますね。じっくり見てリズムマスターしてください。じゃあちょっと流れで説明していきますと、まずこのガズペジオなんですけど、これはね、結構初心者の方でも比較的簡単に弾けるリズムなんですけど、弾けたとしてもリズムキープでそこで歌いながらってなるとやっぱりちょっとハードルが高いんで、結構慣れが必要だと思います。ガズペジオはイントロとかエンディングとか、最初の前半部分と一番最後に出てくりますということです。で、今日やっぱ一番主軸になるリズムはこの16ビートのチャというリズムなんですけど、今日はこのさっきも言ったみたいに、ちょっとこう緩くて、ファンキーなんだけど、どっしりしたイメージ。ちょっとイメージやってみると、感想のとこがいいかな。
脱力して、ちょっと跳ねてる、このぐらい緩い感じの16ビートのチャカかっこいい。なんて力強気とか、めちゃファンキーでノリノリなっていうんじゃないです。ちょっとこう落ち着いて、どっしりタイプの16ビートのチャカですね。はい、この、リズムを意識して、かっこよくやっていきましょう。はい、それじゃあそれを踏まえて、全体の解説に入っていこうと思うんですけど、この曲なんですけどね、もう演奏はですね、もう極めてシンプルなんですよ。で、たまに、止まるとか伸ばすとかそういうのがあるぐらい、あとはもう本当淡々と紡いでいくっていう感じなんですね。で、その演奏っていうよりはやっぱその歌とかラップとかそういうところの表現のこう割合がすごく高いと思うんで、シンプルコードなんですけど、結構ねそのやっぱ歌のドラマティックスさっていうか、もううねりとかストーリー性で、ね、展開していく曲だと思うんで、まあリズムは逆に言うと淡々ともうじっくりこう抑えるところをしっかり抑えていくという、すごく大きい決めみたいなのもないんですよ、本当に。伸ばすとか、止まるとか、本当にそんなシンプルなものなんで、そこだけちょっとなんか意識してもらうといいかなと思います。はい、で、いつも言ってることなんですけど、やっぱりこの歌詞のイメージ、この BTS さん、日本語もめちゃくちゃうまいですね。なんか、英語もすごいじゃないですか、BTS って。いやー、まあ、BTS ガズレレでもね、ダイナマイト取り上げてますけどね、まあ、ガズレレ動画も面白いんで、ぜひ見てもらいたいんですけど、はい、その歌詞の中身、やっぱり、歌ってね、やっぱり演奏とかメロディーだけじゃない、やっぱ歌、どんなことをメッセージとしてあるかって、そこもやっぱりね、加味してこの音楽表現としてやっていきたいので、そこも読み込んで演奏してみるのがいいと思います。そういうわけで今日はちょっと説明も短いんですけど、まあ、シンプル、ストレートに、どっしりと、こうリズム安定させてやる、このテーマでいってみようと思います。それではやってまいりましょう。 BTS の Film Out ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。 1,2,3,4 浮かび上がる君はあまりに鮮やかで、まるでそこにどうかと手を伸ばすところで BTS のフィルムアウトガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。なんとも言えないこの世界観、なんかこうね、独特のなんかこう空虚な感じ、不思議な
世界観にね、こうメロディーラインというリズムなんかもう夢に出てきそうです。はい、でもすごく気持ちがいいんですよ。皆さん時間かけてゆっくり取り組んでいきましょう。皆さんお知らせです。これ見て、これ、はい、これです。ちょっと以前もね、このリュックご紹介したことあるんですけど、これウクレレリュックなんですよ。ウクレレが入る、ここにガズレレとプリントがあったりとかして、これリュックサックになるんですけど、はい、こんな感じで、でね、あのこの横にも持てるんですよね。これだからビジネスマンの方、これ横に持って、これパソコンとかここに入るんで、出張の時とかウクレレとかの、これコンサートサイズも入りますよ、このウクレレは。このガズレレ 2way リュックの詳細は概要欄のところのグッズ用のところに貼ってますんで、ご確認ください。5月30日からあのスタンド FM というサービスを使いまして、ガズのラジオ放送、ガズラジが毎朝7時半ぐらいから、どなたでもいつでもどこでも無料で聴けるサービスとしてスタートしました。はい、もう今上がってるんですけど、実はこのガズラジっていうのは、あの よくご紹介させていただいているガズクラブっていう、まあ、コミュニティの中で限定ラジオ配信してたんですけど、今回もうオープンでみんなに聴いていただこうということで、2021年5月30日からオープンになっております。ぜひ皆さんね、ちょっと見てもらって、リンクここに貼っておきますよ、このラジオ放送のリンク。はい、ここでちょっとねチェックしておいてください。毎朝もう気持ちがいい時間過ごせるようにラジオ配信していくんで、お楽しみにしておいてください。あとですね、リットミュージック社からリリースされているこのガズのいろいろ本、楽譜の本なんですけど、もうシリーズ累計12万5千部突破になっています。そのね、この新しいシリーズの本がこの青いジャケットになって7月に登場します。ただいま予約受付中です。このことの詳細も概要欄に貼ってますんで、ご確認ください。それとさっきもお伝えしたんですけど、ガズレレ大学とガズクラブ、こちらの方も大変盛り上がってますからね、これの方もさらにフォローしてもらいたいと思うんですけど、あとちょっと、あとここにいつも挟んでるこの水引きだとかストラップとかキャップだとか、もういっぱいグッズも盛りだくさんで盛り上がっております。いや、これからねちょっと春めいてきて、暖かくなって、お外行って公園とかでね弾くのにもすごくいい季節だなと思います。音楽は聴くよりやる方が最高。皆さん、日常生活にポップな音楽を取り入れてまいりましょう。またガズレレ YouTube チャンネル見てくださいね。今日は見てくださってありがとうございました。さようなら。